fighting for days, stuck in a phase. I think we're losing the reason. One word is all it takes, babe. Bursting out in cold flames. Breathing, we are catching fire. Thought that we were wiser. Go and light the match, babe. Miss out on the... はい、それではサーフィンを30分ほどやって、今からはノースショアの方に行きたいと思います。サーフショップとか、あとパタゴニアに行きたいと思います。こちらはアラモアナショッピングセンターのフードコートになってますが、朝が9時なんでまだちょっと空いてないんで、もう僕はサブウェイを食べたいなと思います。なんでサブウェイやねんっていう話ですが、なんかもう安心できるんで、サブウェイやったら。こんな感じで全然英語はできなくても、なんとなく雰囲気で読み取ってもらえるのは、もうハワイでいいのかなというふうに思います。 OK、 こうやって出しといたら取っていってくれます。 Thank you。ノースショアの方へ来ました。ハレイワっていう地域みたいで、ここになんかいろいろガーリックシュリンプの美味しい店とか、サーフィンとかも結構有名みたいですし、バスの中がめちゃくちゃ寒くて、冷蔵庫みたいな、なんか冷蔵庫におるような感覚でした。なんか有名な食べ物屋さんっていうか、食べ物が集結するようなところです。多分これです。はい、それではハレイワは、パタゴニアの方に来ました。こちらです。行きたいと思います。ここからは店内 BGM 著作権保護のため、ナレーション拓造でお送りしたいと思います。店内はこんな感じで、まあサーフ系をメインとしたような形の、まあ要はジャパニーズ受けするような、店内となっております。店内にはほとんど日本人がいてる感じですね。まあ、ここはレディースコーナーになりまして、この僕が持っている、バッグはハレイワ限定のパタゴニアのトートバッグです。でこちらなんかも人気ありそうな、パタゴニアのロンティー、この後ろにパタゴニアとロゴが入っているロンティーですね。でこの辺は水着とか帽子とかがありました。でまあ、海外の人もこうやって買い物をされてるようです。お、ソーリー、あ、ソーリーっていう形でね、歩いていくんですが、まあ、こういう風な形で、こう、ちょっと奥行くと、レディースの水着であったり、まあ、これとかやったら、バギーショーツで、日本でも発売されてる、全く同じものがあると思うんですけど、ありますし、メンズはこれ、フリースですね。僕は絶望的にフリースが似合わないので、まあ、奥さんに今、ちょっとバカにされてますね、これは。他にもこれレトロ X のベストがあったりとか、サイズがやっぱり基本的に S サイズとか、まあ、僕らの日本人が着る ML、まあ、要は向こうで言うと SM ぐらいがもうほとんど売り切れてる、まあ、こういうのでも L とか XL はあるんですけど、海外規格の L、XL って言ったらかなり日本人からしたら大きいので、まあ、こういう人気のあるものはやっぱりもうほとんどサイズが、まあ、これも L サイズなんで、まあ、日本サイズで言うと XL ぐらいの形になってます。やっぱりこれが忘れられなくて、まあ、白ないかな、黒ないかな、グレーないかなって、まあ、見てるんですけども、ない感じですね。それでも諦めきれずサイズを確認、うん、これは L か、うん、これは XL か、畜生これはないな、うん、ないな、これ大きいかな、やっぱり L サイズじゃどうって聞いたら、まあ、パジャマみたいって言われたんで、ここはもう却下します。これでもやっぱり粘ります。でもこれでもなんかあったら使えるんじゃんみたいな感じで言ってみたんですけども、ちょっと微妙でしたね。綺麗でやっぱりずっと探してますね。子供のようにずっとサイズを見てます。サイズは見たところでないんですが、それでもずっと諦めずに見る。まあ、もうちょっとしたら終わるのでね、ちょっと待ってください。
はい、やっと諦めましたね。違うところ見てみましょう。まあダウンベストであったり水着であったり T シャツであったり、置いてるもの自体は結構いろんなものが置いてるんですけども、やっぱりサイズが大きいということで、僕は服は今回はあのパタゴニア、このパタゴニアでは買いませんでした。あとは違うものを買ってますが、これはまたあの後日、購入品レビューで、紹介したいと思います。はい、以上です。はい、やろう。サーフ MC と言ってサーフィンの板とか置いてる写真、プラスアルファはサーフ系のバンズのスニーカーとか、あと T シャツとか、もういろんなブランドの置いてるみたいなんで、次はそっちに向かいたいなと思います。それでは無事サーフ NC に着きましたので入っていきたいと思います。行きます。はい、それでは本日2度目の卓蔵ナレーションです。まずサーフ NC の中身はこんな感じで、まあ、サングラスが左手にあって、まあ、そこにあの後ろでなんかピースしてる人がいてましたね。で、上の方にクリスマスまで56日ってもうカウントダウンも始まってます。で、今ヘルメットを通ったおばちゃんは工事現場のおばちゃんではなくて店員さんでした。で、この、はい、でこのウクレレは、よくテンション上がって買ってしまうことがあるんですけども、買ってしまった後お家で、置物になってしまうことが多々ありますね。こちらの、ダイビングの方なんですけども、ダイビングの方は結構あの用品が揃ってまして、スキューバやる方は一度着てみても面白いんじゃないかなと思うぐらい、いろいろ用品揃ってました。はい、エグジットということで、次は2階に案内してもらいました。2階はサーフボードがずらーっとあるんですけども、この店員さんが、ハワイのサンタクロースですね。ハワイのサンタクロースに、サーフボードの紹介をいろいろしてもらってます。仲良さそうにこうやってお話ししてるんですが、僕ほとんど8割方何言ってるか分からなかったんですけども、いろいろお話しさせてもらいました。まあ、僕が欲しい板っていうのを一応あの説明させてもらって、大きい板でシングルフィンでってい いう話をしてたんですけども、こんな古い板を紹介されたので、これはさすがに買えないなということで、まあ、サンタクロースさんには悪いんですけど下に置いていきました。まあ、下に降りていくと比較的新しい板、ショートボードが多いんですかね、いうふうにこうやってあるんですけども、このサンタクロースがボスにいろいろ話聞いたんですけども、最悪なかったってことなんで、これでお話終わりでした。ちょっと板がなかった。で、結構ショートの板とかはめっちゃあるんですけど、ロング そのクラシックスタイルのシングル品は結構少ないかな。で、なので T シャツでも買って帰ろうかなと思います。ジェイT シャツやって。てか、この T シャツ可愛いな、ここ。で、今からバス乗ってまたワイキキの方に戻りたいと思います。今日はめっちゃ晴れてハワイっぽい天気です。それでは、ワイキキの方に戻ってきたんですが、晩ご飯を5時から予約してた。ただいまもう5時40分でもう40分も過ぎとって、電話したら、7時からやったらあの入って7時からで行けるよって言われたんで、7時から行きたいと思うんですが、今日はなんとハロウィンでもう車が大渋滞ということで動けないので、こうなったら奥の手チャリンコレンタサイクルを使いたいなと思います。このビキって書いてるのかな、これ使いたいと思います。さあ、1人 3.5 ドルなんで2人で7ドルで、クレジットカードここで入れます。で、クレジットカードは入れて、で最後にここに暗証番号出るんで、その番号を自分で覚えて最後自転車で打ち込んだら終了です。 OK、 3-2-3-1-3、 ここで先の番号3-2-3-1-3、ほんならちょっと出てください。はい、 OK です。これをクレジット決済終わってから5分以内に自転車を出さんと、もう一回お金払わなあかんくなるみたいなんで、
今日の夜ご飯は、ヒルトンハワイアンビレッジのステーキとシーフードみたいです。怒涛のハワイ疲れました。今で、5泊7日中の、5日目終了しようとしてます。というわけで、10月30日ハロウィンどうでしたか？いや、めちゃくちゃ楽しかった。仮装すごかったな。すごかったし、一生に一度あるかないかの本場のハロウィンに参加できてよかった。クオリティも高いし。高い。いや、外人さんだからかっこいい。あー、かっこよかった。